はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はやばい、こんな時間。谷川愛理さんいらっしゃいますか？はいはい、ここにいます。意外と早く着いちゃったんで。難波から電車で15分、八重の里ドライビングスクール。九州行くならフェリーサンフラワー。例えば鹿児島ついて宮崎、熊本、大分、九州ぐるっとツーリング、フェリーサンフラワーのバイク周遊プラン。先週に引き続き、2015年11月15日大阪府堺市海とのふれあい広場で開催された番組放送500回突破記念第5回ライクアウィンドミーティングの会場からお届け。大会宣言されたステージでは、番組出演者による熱いライブやゲストを交えたトークショー、そして賞金総額200万円をかけた抽選会&ジャンケン大会で、出演者も欲しがる商品をお持ち帰りいただき大盛り上がり。そんな大盛り上がりの会場で、バイクショップ、アパレル、グッズなどなど様々な商品が並ぶ出店エリアに、モータージャーナリスト丸山博史とシンガーソングライダーともちん、そしてライドル候補生キノピーの姿が。皆さん、ミーティングの楽しさはブースですよ。いろんなブースがね、あるんですよ。やっぱね、ライブのミーティングはね、いろんなところがありますからね。ちょっと行ってみましょう、ミニということで、3人は出店エリアをくまなく探索することに。まず最初に訪れたのは、日本人の頭に合わせて作られた高品質ヘルメットを販売するカブトさん。おすすめはみんな3種類の搭載のファムイ、人気モデルのファムイっていうやつがですね、2になりました。グラフィックも新しくなりまして、はい、これです。中にサングラスタイプのシールドがもう1個入ってる。これが便利で、便利。私やったことある。これは画期的。片手で写真もできます。それがいいんだ。さらにおすすめがあるそうで、はい、インナー、これもインナー3種類ついてる。しかもこの、いや、そんなことありません。え、どういうこと、どういうこと、これもね、あとこれ、いい驚きですね、ありがとうございます。どういうこと、どういうこと。ここをロックを外してあげると、もう入ってくる。すごい、どうしてインナー、これどういうこと。ありがとうございます。箱が外れてるね、アイインになるんですね。アイインになる、はい、もう便利でしょ。すごい、これもツーリングで、あの、一応カバーって言ってるんですけど、フルフェイスタイプカバーを持って、面白い。ほんで、休憩するとき開けて、これでジュースとか飲んで、すごい。インナーサンシェードも同じ。何段階にもなるのね。でもこれ飲み物飲めるのいいですよね。ですね、はい、すごい。なんかヘルメットのバトリオシカみたいな感じになる。あ、どんどん開けみたいなね。便利ヘルメット、ね、すごい。しかもちょっといいですか、はい、軽い。こんだけ凝ってるのに軽い。これ肩こらないからいいですね。ありがとうございます。そういうの大事ね。長距離も走れますね。続いて向かったのがマサンペイント。あ、すごい、なんかパラフルとかも顔ついてますよ。面白い。前にも見たぞ。え、ここペイント屋さん。見てください、これペイント屋さん。ちょっとさ、今かぶってるのそんな態度変わらんぞ。お買い上げ以上だ。なんか妙に似合うね。似合ってます。ねえ、いきますかね。ちょっと待って、もっと似合うのがあった。もっと似合う。何何、ちょっとダメ、見ちゃうダメ、見ちゃうダメ。いいよ、何何、もっと似合うのがあった。来い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 。これは似合うよ。何何、ちょっとお似合い。何何これ、なんか全然普通。うんちやんか。変な被り物をさせられたともちんですが、それには訳が。すごい、おー、すごい。ちょっと何これ、なんかね、めっちゃ面白いんやけど。すごい、これ初めて見た。見てください、トイレ。よー、すごい、面白い。乗っていいですか、これ。私トイレ近いからぴったりやわ。お、なんかちょっと撮影会してますけど。なんで友達やんないの、撮影会ね。並ばれへん、並ばれへん、並ばれへん。いいな、私もね、あんな風に綺麗になりたい。
綺麗よか。いや私ね女性としては磨けてないけど自分のバイクはめっちゃ磨いてるんですよ。どんだけ磨いてるか。私のバイクピカピカなんですけど、うん、私のバイクのピカピカの秘密がそうなんです。素晴らしい。何やセラミックプロです。磨くプロ、はい、ちょっとちょうどセラミックプロの方です。バイクを磨く、はい、何かを使ってる、はい、使ってる。あのセラミックの液剤でバイクに塗り込んで、はい、ツヤを出し、なるほど、硬さとかコードとかよく あの、よくある、はい、今ガラスコード、はい、車とかでやってる、はい、そうです。あれのまた数段上、数段上ってのがあるんだ、はい。それがこちらの商品なのですが、凄さを見せてもらえることに。すると突然、ダメ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 。こっちは何もやってないんで、はい、こう吹いても取れないです、はい、こっちは施工後です、はいはいはい、そんなに、そんなにやっても簡単に取れます。やってみたい。やってみたい。いいですか。ほんまにこれ取れへんかったらシャレがありませんよ。いきます。もっと、え、もっと、やったってください。やりましたよ。これはすごい。あのだからといってともちんのバイクに見つけたらもうやらんといてくださいね。頼みます。楽しくイベントブースを回っている3人ですが、一方その頃ステージではあやせんが熱いライブを繰り広げておりました。会場を大いに盛り上げたあやせん、ありがとうございました。一方イベントブースの3人はこんな方々に出会っていました。やっぱね、はい、ヒーローがいるんだけど、はい、妙にかしこまってんのよ。ねえ、なんでだろう。なんかこう腰低いヒーローです。普通ヒーロー戦隊だったら、うん、なんかもうちょっと派手なアクションとかやってるんだけど、ね、結構腰低い。腰低い。超過小ぐらいの感じが。そうそうそう。ちょっと話聞いてみる。はい、聞いてみよう、聞いてみよう。こんにちは。こんにちは。和歌山の紀の川市のローカルヒーローなんですけど、和歌山の紀の川市のローカルヒーロー、地球機動隊っていうんです。おー、はい、主に何してるんですか。あの地球のエコ活動とかです。あのこれを訴えてるヒーローです。バイク乗らないですか。あ、僕らはトライクと。あ、トライク乗ってるんですね、はい。イベントとか、はい、あれステージとかね、いろんなところでお会いしたんだけど、戦隊らしいところ見たことない。突然のお願いに雷槌が必殺技を披露してくれることに。お、何何何何バク転でもすんのかなと思ったわ。僕は助走取ったからバク転行かなきゃ。そうだよね、今ね、あと前に出ただけって感じですね。天空、雷槌、ありがとうございました。二人とお別れし、引き続き出店エリアをブラブラ。あれ、これはあのバイクの写真飾ってあるんですか、まあ、バイク用なんですか、これ。バイクスニーカーですね。バイクスニーカー、バイク専用のスニーカーっていうのがあるんですか。でもこれさ、ほら、チェンジするときにさ、ここに靴汚れんじゃん、ね、それが、あ、ね、で、これ、あの紐が引っかからないようにオフセットしてます。あー、そういうところですね。あ、なるほどね。すごい。足下ろすときよくこれが引っかかって、うわっって立ちこけする人いるんだよね、こういうのがね。でもね、それでも引っかける人おると思うのよ。これ絶対引っかかれる。あ、ない。なるほど。絶対大丈夫。やった。
カンナムスパイダー正規ディーラーサッシ、日本最大級のトライクショールーム、希少なバイクを400台以上展示、毎日がモーターショー、名神京都南インター降りてすぐサッシュ。例えば記録映像、動画のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、動画のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、動画のことならバンズデコ、バンズデコ。番組放送500回記念第5回ライクアウィンドミーティング、丸山とともちんが峰範恵に連れられてやってきた先に大勢の人が。こんにちは、こんにちは、お邪魔します。峰ちゃん友達、バイク部あとフェイスブック、うん、ね、っていう集まりっていうんですかね、はい、あ、来てますね、ジャンバー。あ、そうなの、バイク部フェイスブック、どれもも入ってる、私も入ってます、うん、もちろん。おそうなんです、そしてこうバイクを愛するフェイスブックで集った人たちが集まってこう楽しいことをいっぱいやってるんですけども。そこのテーマは、テーマ、テーマ、詳しく説明どれも分かんないのミネはよく分かっていませんでしたが、大勢で来て楽しむというのもイベントの醍醐味ですね。またまた3人で出店エリアをブーラブラ。見てください、なんか面白いね、なんかすごい、すごい、アームレスリング体験、新しい、新しい、これはキノピだ、私、これはキノピやな。ということでキノピーがアームレスリングに挑戦、だったら商品がもらえると聞き丸山から。キノピーもそうだけど、うん、番組ですから番組ですから、勝ちます、私、空気呼んでいきましょうか、そうですね、私勝てる気がします、勝てそう、レディーゴー、さあ、おお、手が動いてる、手が動いてる、キノピ結構大きい、持ってるんだ、巻き返しろ、キノピ頑張れ、顔がいい、顔が、キノピ顔頑張れ、頑張る女性の顔がいい、キノピの顔番組と耐えられないよ、どうか、お店の方の優しさに感謝です。いろいろ見てまいりましたが、バイクイベントのね、こういう出店ブース、うん、なんとかレパートリーが広い、面白い、個性豊かで、うん、バイクだけじゃないんですね、アームレスリング一体何をアピールしたかったんですか結局優しかったですね。そうね、そうね、いやでもなんかね、バイカーだけじゃなくてご家族で遊びに来てもお子様から、ね、奥様まで楽しめますよね、と思います。イベントに参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。番組放送500回を迎えることができたのも、日頃ライクアウィンドウをご愛顧いただいている皆様のおかげです。ライクアウィンドウ、2016年もどうぞよろしくお願いいたします。風のように